顔面動脈は、頭頸部の動脈の一つ。外形動脈の枝で、顔面表面の構造に栄養を供給する。顔面動脈は、首動脈三角にて、舌動脈のわずか髪型で、外形動脈より起こり、下顎枝にて保護され、顎に腹筋と茎と舌骨筋下方を斜め髪型に進み、額下線後面の溝に入る。その後、筋の前、 下方角にて化学体を越えて髪型へ向かい、方を越えて前、髪型へ進み、甲角へ向かい、さらに鼻側部に沿って上昇し、目の正中高齢へと向かい、目角動脈となる。この血管は、頸部と顔面の両方を通る動脈で、非常に蛇行している。塩下において、中枢側は、咽頭の動きに適合する。側は、骨、唇、 方の動きに適合する。スーパーフィシャルダイセクションオブザライトサイドオブザネックショーイングザカーピドサブクレイビアンアートリーブランチオブフェイシャルアートリーレイブルドが顔面動脈から起こる血管として下記のものがある。顔面動脈により栄養を供給される組織としては下記のものがある。この記事にはパブリックドメインであるグレーの解剖学第20版553ページ本文が 含まれています。ありがとうございます。